GC63 エディションマットブラックを借りてドライブしてきました。ゲレンデの愛称で親しまれている G クラス、メルセデス・ベンツの中でも歴史は古く、デビューしたのは1979年です。この武骨なフォルムは昔と変わらず継承され続け、最高級クロスカントリー SUV として絶大な人気を誇るモデルになりました。車にあまり詳しくないという方でもゲレンデは知っているなんて方は多いかと思います。アイコニックなデザインは継承しつつも、革新的なバネにオフロード性能を進化させた現行 G クラス、今や誰もが認める人気 SUV の一つなのではないでしょうか。はい、こちらの G63 ですが、エディションマットブラックという限定車になるんですが、名前の通り、マグノナイトブラックという限定カラーが採用されております。ここ数年でマットカラーは、どのメーカーでも、流行りのカラーとなり、 G63 のマットブラックも、定番ではあるんですけれども、いつ見てもかっこいいですし、非常に人気の高いカラーですよね。エンジンには4リッターの V8 ツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は585馬力を発生させます。車重は 2.5 トン超えという超ヘビー級ではあるんですけれども、ひとたびアクセルを踏めば、ものすごい加速感を味わうことができるんですよ。そして V8 エンジンの迫力あるエキゾーストサウンド、これは AMG でしか味わうことができないです。この過激なスペックとエキゾーストサウンドは AMG ならではの醍醐味だと思います。はい、ということで港未来に着きました。やっぱり港未来っていうとこの赤レンガ倉庫ですよね。港未来はどこを見ても景色が素敵なので、ドライブにはもってこいだと思います。まずは赤レンガを出発していろいろ回ってきました。港未来は都会的な街ではありますが、歴史的な街並みも残っているので、クラシックなデザインを持つ G クラスにはぴったりの街でした。私もたまにドライブに来るのですが、観覧車と日本で3番目に高いと言われるランドマークタワーは横浜の顔ともいえ、これを見てからでないと帰れないですよね。その他にも150年の歴史を持つ馬車道や横浜のグルメタウン、横浜中華街など様々な文化に触れることのできる横浜は、住みたい街ナンバーワンにも選ばれ、私も憧れる街の一つです。あなたもぜひご自身の愛車で横浜の素敵な景色を見に行ってみてはいかがでしょうか。